4回目ということになりました。前回言いましたこれ、ぼやけて見えませんというやつですね。あれをあの調べていただきました残念ながら、これは行集でありませんでした。ただ、ご家長のご専門に関しては、あのこの原案を作った合木美正さん本人が横井少女の言葉を。 言葉にあの文章化したということを自分で言っていらっしゃいますし、由利清正さん、原案を作った由利清正さんのお孫さんが、由利さん伝という本の中で、それを書いていらっしゃいますね。その事実を聞いたということを書いていらっしゃいますし、それから由利清正さん、あのもう最初の東京都知事ですけども、その方の盟友である金子健太郎さんという方が、あの 50周年記念の時にですね、五花族のご専門の50周年記念式典の時に、次の日に福井新聞に、えー、記事を載せていらっしゃいます。全く同じことをですね、横井湘南の、えー、国税三度を検証化したのが、ゆりぎり君政が検証したのが、五花族のご専門になったというふうに金子健太郎さんも言っておられます。だから間違いなく 柚木村さんが言語を作って、それをずっとまとめていって、ご過剰のご専門ができたところ間違いないで。最終的に横井小男が関わったというのは、この中にある上等熟語ですね。晩期口論とかですね。上下心を一つ、経輪経輪という言葉をほとんどの人が使ってません。横井小男だけの熟語みたいなものです。 で、これをずーっと持っていきましょう。最初は完全に独裁は許さんぞと。全部会議ですよということですね。広く会議を起こし、晩期、口論に決すべして。つまりアメリカのワシントンが言った独裁防止の二つの策を最初に持ってきたわけですね。会議で全部行えって。そしてさえ、ここに、ええー、 人の人心をして、馬まざらしめんこと、人の気持ちが嫌がるような、嫌らかさをするなとかだもういいやとか、やけくそになるようなことは絶対政治はしてはならんと宣言をしてるわけで。で、これは何かというと、人権です。人々を大事にしなさいという人権宣言の文章です。だから、あの時代にこういうことを書けるの横井昌男にしかいないんですだから、上等熟語から言っても、 最初の行き先から言っても、五家中の御正門は、横尾湘南が主体的に関わって作っていったということは、もうほぼ間違いないと言っていいと思います。そしてもう一つはですね、これ、えー、これ、ゆりきみますさんが、えー、前回ちょっとちょこっと説明しましたけどね、ゆりきみますさんが、ゆりきみますさんが原案を作って、その原案を 福岡皇帝さん、土佐の福岡皇帝さんが修正をして、それを聖書をしたと。これが聖書の文で。聖書をした文章に、こうやってあちこちに修正が入っとるということなんですよ。修正が、このちっちゃい字で修正を入れたんですよ、こうやって。うん聖書の、聖書したものに修正をするということ。誰が修正するのということですね。そうすると、これを字をよく見ると、 横井湘南の良春孔子の虫で 2, 2人のおいに劇文を渡してますねアメリカに行くときにあの字を見るとそっくりなんですよだから横井湘南が関わっておることはもう間違いないただこれは可能性の問題で断定はできますもう過去のことですので現任はできませんので あの刑事さんじゃないか現行犯逮捕とか、そういうことはできませんので,です、ね、現行犯じゃありませんので、過去のことですからもう、状況から言って、こういうのがほぼ間違いないだろうということまでしか言えません。歴史ですから。そして、これが一つです。で、共有ご課長のご専門も、これが非常にあの重要な意味を持ってきますので。 それからもう一つ、前回、これ、御所の状況を言いましたけど、横井湘南があの時代にですね、あの時代にですよ、信仰の自由と、それから、先民解放、もう日本の歴史の中で初めて、こんなことを言う政治家が現れたという、外国のグルーシスさん、感動していらっしゃいましたので、ですね、そういう人間だ。 で、その中でそれを可能にするということは、口だけじゃだめですよね。1人だけで頭でパッパ言ったってダメですね。大多数が賛成しないと通りませんので。ということは、ずっと見ると、大多数が賛成をした。賛成しなかった者もいたはずだ。それが暗殺。2 4時間以内に暗殺されてますから、内部犯行説が非常に濃厚ということ。 ですね。だから、横井正男のその案に、大多数は賛成したいけども、反対するようなメンバーは誰かというと、三条実富。これは後武合体の派から追い、京都から追い出されて、長州に逃げていってますもんね。つまり、長州と非常に結びつきの強い公家さんなんです。うん、それから、長州の木戸公院。長州の広沢。 これは盟友2人は当学の盟友でですのでこの3人が非常に怪しいともう黒に近い内部反抗説として黒,と黒に近い灰色というぐらい言ってもいいかもしれないで紀郎行員は熊本の,あの川上玄斎さんという人有名な方おられますけども この方がですね、あの木戸公員がヨーロッパ、岩倉と一緒にヨーロッパにアメリカ、ヨーロッパ回ってくるときに、俺がいないうちにあいつを捕まえて処分しとけって言って殺されたのが川上源斎さんです。だから自分がいないときに処理してて、そういうパターン、俺は関係してないぞという、そのパターンを作るのがどうも木戸みたい。で 今回もあの公共にいる間に襲われたようにすると自分は関係してませんよと言えますので、ですねただし内部犯行説はもうほぼ間違いないということです。内部の情報が漏れたということですね。で、これが補足で、そして今日はですね横井湘南が五箇所の五専門を作って新しい民主主義。 アメリカの民主主義に習ってアメリカの民主主義なんです。見習って、それからご専門の精神というのは人を大事にさせ、独裁許しませんよという内容ですねで。みんなのために、人のために。横井 何でも民のため、国を治めるは民のため。で君を立てて祭りごとをなす、皆民のためと。いうにみんな民のためで、民のためでいい、民のためつまり、五ヶ条の御千年は民のための制度を作るためのこれですね。それでやったんです。それは正門の精神、五正門の精神。だからこれは、今まで徳川によって封建制度が維持されたけども、 全く違うこれは国家神聖の道新しく生まれ変わる道だったのここからが問題なんですよこれが戦争にはなるでしょう日本は戦争になる 巻き込まれていくでしょ、巻き込まれていくときくでしょ自分でやっていったみたいですけどね。これ、軍部独裁になりましたね。 絶対主義軍部独裁というかですね、ここになぜ行ったんだろうこの道を知らないと、民主主義から独裁に移っているということは、民主主義になって、また独裁に移る可能性もあるということ歴史は繰り返しますので、ここをちょっと頭の中を言うところに今民主,主義にいておからずっと。民主主義だと考えるのは これは根本的に間違い前例がありますので、前例がありますので、こちらの方もちょっと考えていかないといけないということになるわけです。ということで、この過程、そこは、 横井少男が言ったように尊王上位者は無識無策のものは国学者の見識は大いに狂っていると言ってこの元明頃が国家創生を謝らすともうあの頃言ってたわけですねこの時代のずっとずっと前につまり天皇陛下万歳とか 天皇天皇とかをずーっと上にあがめる天皇を立ててそれから外国の攻撃をするその当時は上位者と言ってましたので、ね、まあ戦時中の鬼畜米英と同じような発想ですねで国学者流の見識は大いに狂っているとでこれが横井湘南の暗殺によって これを押さえつけ取ったやつが出てきて、これが権利を、政権を取って、ずーっと独裁の方に持っていったんじゃないだろうかな、という考えが出てくるわけですね。で、ここ、横井湘南が言ってるのはですね、こういう判断、いろんなものを判断するときにはですね、地域と経験が必要でいこの2つが必要でただ、地域だけじゃダメだぞ。と こちらでいきますね。今、横井湘南がどんなことを言っているかというのをいきますね。横井湘南は、知識も経験も心に落ちないとだめなんだ。ストーンと自分で納得しないとだめなんだよということを言っています。横井湘南は、少年極銀をもって道徳となし、あるいは白乱狂気をもって知識とする。 いやしくも事実にあたりは漠然として事す。もう清廉潔白ですよ。私は慎み深いですよ。というような形できちんとして向き切りでおる。そ,そういうのが道徳と思っている人。あるいは博覧狂気、私はこれだけ知ってますよ。私は物を言えばいいんですよ。とつまり地域をひけらかしたり、物を言えばひ,ひけらからしたりする。 そういう人間はそういうのを知識としている人間は事実目の前に事実をポンとぶつけられたどうするんだと言われた時にもうしどろもどろになってしまうということなんですねだから勉強勉強とこう勉強勉強小さい頃からずーっと勉強勉強勉強いった人間は上の方にいけるかもしれないけど目の前に事実をつけられて問題ぶつけられたら ししどろ戻りになってしまうとだから、経験を得ないといけないんだよ、と言ってるわけですね。今の教育にちょっと、軽症を鳴らすようなことですね。それ、経験だけでもダメなんですかね。経験だけでもダメ。知識がないと、理論的に、組み立てることできませんので、予想したりとか、計画を立てたりとか、そのあたりできませんので、だから、この二つが必要だって。 でそして心にストンと落ちないとダメだよと言っているわけですね。横石ののはこういうことも言っていますしまた同じことです。これと同じことですね。こういうことを言っています。はい。そして これまた子供たちでもいいかもしれないですね。学問が進むか進まないか、人のために学ぶと、己がために学ぶと違いにあると。と。人のために学ぶというのは人の評価を気にして勉強する。できたよ。わあ、よかったね。よしよしよしあ。いくらやるかと。ご褒美とかですね。何番だったとか、よかったねとか。そういうところ、人の 目だけを気にして、人の評価を気にして勉強する。じゃなくて、自分がこれにおつ勉強しなさい。納得する勉強しなさい。よしって言わないとダメだよ、ということですね。だか特のお話しましたかね。これと同じです。物事は10、十数多くの目で、 まあ一人だったら繰り返し、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 ずーっとよく見なさいよ。ここが目です。そして、これらこれが正しいと思ったら、心を一つにしなさい。決めなさいって、これが正しいんだ。そして、最後に、行動しなさいってことです。行動を伴わな,ない 道徳はないということこだから横井正男はこんなやつこんなやつって言葉がちっちゃいんですねこういう人たち今じんまでまとまって私は立派な人ですよと親しむ会ですよというような人は道徳はついてるわけじゃない行動は伴ってないから行動しなさいとでこれ横井正男さんが言ってたわけでこれを潰していくのどこかというとですね 憲法、明治憲法。明治憲法がですね、手本をドイツにしたんで。アメリカから、五箇条の五千もをドイツなのに、いやいや、アメリカなのに、憲法はドイツの憲法を真似たんで。 これは君主色の強いやつです。つまり上、君主を中心にした憲法ということですね。で、これをトリニッタの誰か真似て、ね、伊藤博文に。 伊藤博美は長州です。横井湘南を襲って、あの指導忘却事件というような形で,ですね。武士にあるまじき行動を出てて処分されたり、それから暗殺されたり、そういうことを中心に起こったのはもう長州。 ここにもまだ聴衆が出てきました。伊藤博文がドイツの君主、憲法、これはビスマルクという、鉄血政策というビスマルクですね。の時にその招いて持ってきています。伊藤博文はビスマルクが大好きな人間で、もう新聞にも載ってますもんね。こうやって憧れてこうやっている姿が載ってますもんね。で次、ここで、 伊藤博文が君主色の強い憲法を持ってきたために、日本ではどうなったかというと、天皇が君主になったら、日本では未来英語、君主から落ちることないんですよ。未来英語。天皇制が続く間、これでやってきたら、限度を設けて独裁を生まさないために、 独裁をませないためにこうやってきたのがこれで一つ潰されたということになるわけで,で次この独裁を生み出すのにこれを潰したのが 山形有朋これ、現役証拠。現役証拠。軍人は政治家を兼任してはいけません。というアメリカの独裁防止の方法を山形有朋は潰して、軍部大臣は現役の軍人じゃないとダメだぞ。つまり内閣の 陸軍大臣、海軍大臣は、軍部から現役の証拠を出すって。ということは逆に言えば、出さないと内閣は潰れるんですよ。組閣できないので。わかりますか内閣は全部大臣が揃って内閣で。でも、軍部から陸軍が、あ、俺は陸軍大臣出さん。と言ったら内閣が組閣できないから、それはもう終わりと。できないということになります。 だから軍部が力を持ち始めるわけ、どん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 政治にですね、こうやって政治を凌駕していくと、抑え込んでいくとか、それを生み出したのが、これも山形とも長州なんですよ。だいこの流れで、幕末からずーっと流れてみると、長州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 が来るわけですよね。 憲法が戦後の憲法が出来上がってですね、横井湘南のこれ、民主主義、つまり東国宮、最初の総理大臣です、戦後。戦後すぐです、終戦後すぐ総理大臣になった、これ、皇室から出た最初の総理大臣に言っております。敗戦後の日本再生について。 五箇条の五聖門こそ根幹であると言うと。こ,こでや横井昌男がまた復活するんですよ。民主主義だのはい。五か条の五聖門の精神が復活する。 つまり何かというと、これが、湘南が復活するということです。横井湘南の五箇条のご専もここで復活したわけですよ。で横井湘南は暗殺で終わったわけじゃないんですよ。横井湘南はずっとこっついているわけです。だから、この人間たちにとっては横井湘南というのは天敵なんですよ。なんでかというと、無意識無策のもんだ。国民主お前らに狂ってる。 といった人間たちが、こういうことをやったんということは証拠を示してるんです。だからそれがまた復活してくると、ここが歴然として明らかに、世の中に明らかになるわけです。で、この中を潰さないといけない。そうすると、それを潰そうとしたのが、10年後。憲法ができて10年、約10年経ったら、 これを言い出してきた人間がおるんですよ憲法、新しい憲法、押し付け憲法だ。アメリカに押し付けられた憲法だ。違う。<laughs> もともとこうやって憲法、アメリカの憲法を作ろうとしようって、アメリカの内容でかた形を固めようとしようって。その横井昌男は、おお,おいっ子にですね、 明治政府も両三年で略着する。まあ安定するって。両三年で。そしたら、一年、二年、ここで暗殺をされてしまった。ここまで行く前に暗殺をされてしまった。ここの二年間が全部ダメになったんだ横井さ男が亡くなったおかげで。 で、こういうのがで出るようになったわけ。逆に言えば、横井湘南の暗殺によって、こういう戦争が引き起こされたと。これは押し付け憲法だ。日本には独自の統治の仕方がある。つまりこれです。日本は独特の、日本は独自の統治。収め方が国民を収める方法があるんだ。これをや言い出したのが、ちょっと赤で書きますね。 安倍晋三さんのじいちゃんに、はい、この人とべったり。 文鮮明さんということになるはい。す、えー。それでは後半のに入りたいと思います、えー。これから先は戦後ですね、横井湘南の民主主義、それから五専もの精神が復活して、新しく日本が日本作りが始まるという、日本国憲法ができるという形ですね。 なっっていったんですけどその後10年後押しつけ憲法つまりこれを否定するようなことを言った人が出てきたということそれから金千信介さんですね内閣総理大臣でそれと非常に結びついて最初からスタートから結びついていたのは文鮮明統一教会ですねと だから今、統一教会のずっと問題ばっかりやってますけど、もう最初からずっとこの時からずっと付き合いがあったということで。だから批判、批判のどうのこうじゃなくて、横井少男が勉強したに、事実を事実としてありの,のままに調べて出して、それでどう評価するか。この評価については人それぞれだというのを思います。こちらの人は何倍言うか。 という人を出てくる可能性も十分あるわけですよ。<laughs> だから、それはもう敵対する感じじゃなくて、こうやりますよ。あどうですかと提供します。で、こちらの方がですね、あの、戦時中の体制なんですよ。体制。ま天皇は自主的支配者であったわけです。ずっと昔から。 ずっと昔から権力は持たない。そして、形的、自主的な支配者、その武力、権力を持つ人間に、委任をすると。お前に任せるぞと。で、将軍として任せる、任じるということになるわけですね。だから何な,ならな、正義退職任じるよと、関白、大ジ大臣任じるよと任じ、任命権は持ってるわけです。 だから天皇中は儀式的に頂点に立っているわけで。で、戦争中何があったかというと、あのー、国体名朝生明中の最初のお話しましたね。あのー、日本の国体は万世一家、新国であるとか、そういう話ですね。ずっと話がありましたね。 その時にやったのが天皇を神にしたんです万世一系とかです、ね、言いましたから。神からずっとつながっている血筋だ。ということで神にしたの。完全にそう。神だから、神の領域ですから、もうずっと上。そして全てのものは天皇のものである。国も民も天皇のものである。 主権は天皇が持っているんだ。で天皇がそれ政治できるわけないですよね。何もかんも。だからこれはじゃあ主権持ってるけどお,お前たちに任せると。委任があるわけです。今の憲法でもでもすね 憲法今の憲,憲法でも第4条の2項に憲法の国事行為の委任できると書いてあります。憲法で、今の憲法でも。ということを、これに憲法が主権を持ったらどうなりますか、自、ま、分委任しますって言ったら、代行者、軍部が受けるわけ。そうすると、天皇は完全に切り離せて、自主的支配者となるという形で。 そうすると、ここで線が引かれて、あ、天皇は外に覆ってください。いちいち話はしますから、口出さんでください。報告しますから。そこでが代行者が、軍部が支配をすると。そして圧制をすると。そして何かあったら天皇陛下の命令だというわけこの体制が出来上がったわけです。向こうで。 戦時中ですね。それに協力したのは財閥。そして、武力。軍部。それから警察特攻ですね。この体制で。これが戦術の体制ということを頭の中にちょっと置いとってください。ですよ。なんでここをしなければいけないかというと、せっかく民主主義で行こうとしているところ。 それから横井湘南の精神がさあ生きてくるぞという時にそれをぶち壊す。押し付け憲法だ。独自の統治がある。つまり天皇主権を言い出した人間がおるわけです。ということはこれガチャガチャ混ざっとるはず。だからそこを見抜かねえから。今の世の中はですね。 私たちは市民ではありません。国民です。だから主権持ってます。国民主権。で、だから私たちは州ですが、こうなってるんです。 そうです。天皇はどういう状態にあるかというと、日本国,国民の総意に基づくって書いてありますから、上でもない。だから別のところに国民の総意に基づくよということでおられるわけです。ということは、自主的支配者というのは内閣ということになるわけですね。私たちは選挙で選んであんたに任せるよということでやっているわけです。 これが代行者じゃあ、口論でやってくださいねということですねこうん、濃いう状態ですね そして、天皇はまだあ儀式をやっておられますから、いろんな儀式を内部でやってますけど、こうなんです。で、今の動きはどうなるかというと、新党政治連盟国会議員懇談会というのがあります。あ今現在あるんですよ。太平洋戦争時のあの体制が、これ偶然でしょうか。 偶然なら偶然で <laughs> いい。いいんですけど、私は心配で心配でしょうがない。だからこうやって見ると、最終的にですね、こういうなんか、横井なんからずっとつながっていって、これがダメにされて、こういう悲惨な目にあって、また復活したのに、またダメにされよるという流れが見えてくると、 これから横井湘南をですね、真実。先ほど言いましたけど、薩長、薩長、坂本龍馬、これをいちいち行こう。ここは間違いここは間違いです続いてもあんまり見ないんです。だから、真実、真実です。 日本の人権民主主義の父、横行衣装なんで被せる。そして、日本の人権民主主義の発祥地、支持権で、これで被せる。そうすると、いちいち、つくじらんでいい。これで大冗段に入れかばって、これで通せばいいわけです。なんも恐れることない。真実だから。 これでいく。だから日本あの熊本から出す文章熊本市が出される横井翔男の検証の文章とかなんとかには頭にですね日本の人権民主主義の発祥地主事権と頭の冠をかぶせるのをもらうだけで大事件いちいち進しなくていいですなければ主事権って何年って書かれますのでそした日本の人権民主主義の父横井翔男 と書いておけばえななんでなんででここここが、熊本のここが民主主義の発射地と興味を持ってもらえます。興味を持ってもらえるとこ締めたもの。これキャッチコピーです。ガチュッと捉えて。知りたいなと思う人が入ってくるわけです。だから呼び越す。そしてこれがインターネットで出てもらうと修学旅行で民主主義とか人権を調べたいなって、そういうところに行きたいなって言って調べると。 人権民主主義やそう、それが空き地公民館にありますよ。空き地公民館にはこんなことがありますよ。ということで、がってますそうするとできるだけ。だから、支持権もこういうのをかざあの掲げてもらったらいい。たとこれだけで安いですよ。ただ、安いですよ、これだけだもん。そ文書も書いて、それを。 全国に宣伝の文句で配る安いでしょこれただ書文章を書くだけだから今のある資料に人権民主主義の父発祥地と書いてから出すだけだから何も手間暇をいりませんということでこれが私の横井湘南に対する願いで横井湘南が世に出てほしいという願いです